こんにちは、札幌占い美容師早間勝の音です。今回は、黒くしたいということですね。こんな感じ、まあ、真っ黒くまでいかなくていいかなと思ってるんで、オキシは 1.5 倍入れておりますってことは、一液が、普段はパパッと塗っちゃうんですけど、まあ、皆さん自宅でやる場合のポイントをちょっとお伝えしたいと思います。ちょっと出しますか。もう黒染めしたことあります？黒染め、本当の黒染めはしてないですね。暗めっぽいのはしてましたね。暗めっぽい色になる、うんうん、自分ではないですか？自分で黒染めは自分染め、過去に過去にはあるけど、この紙ではないですね。あ、今のね。前はじゃあどういったやつなんですか？なんか泡カラーとか。泡ですね、そうですね、泡みたいなやつ、ね、昔でしょ、もしょもしょもしょってやつですよね。髪の毛ってここが今そぎ入ったりとか、まあそぎ入ってないにしろ全部がここの長さまで伸びてるわけじゃないので、ここが500本、例えば500本だとしたら根元が1000本ぐらいあったりするわけですね。そしたらそれ結構浸透するんで、そうするといいと思います。で、細かく分けた方がいいです。黒染め今席で塗った後に、シャンプー台でですね、ターバンしちゃいます。どんこれからシャンプー台で流していくような感じが、まあ、黒染めの一番いいやり方なので、皆さん参考にしてみてください。これで流していきますね。自然な香りですね。自然な香りですよね、結構、うん、で結構ロングの方はこのヘナウォーターをちょっとつけてもらって、それから乾かすとすごくいいです。で、システインっていう成分、それから、ヘナですね。これ髪染まんないんですけどヘナ使ってて、修練効果もありますから、どっちかっていうとトリートメントっていうよりはお薬に近い感じかなと思います。ちょっと日増し油とかも入ってるんで、ちょっとねトリが固めなんですけども、はい、ちょっといろいろ髪の毛に必要なお薬として使っていただくような感じです。流さないトリートメントですね。はい、結構肌が弱い方でも使えます。へえ、はい、かかっても大丈夫なんですよ。顔にかかっても大丈夫なんですね。あ、ヘナ水。そうそうそう。水。ヘナ水って言うんですね。そうです。それはちょっとオリジナルで、通常はねヘナ使う商品って作れないんですけど、釜を汚しちゃったりするんで、結構特殊な作り方で他に真似できない商品かなと思います。全体に溶かしてくださいね。全体につけたら、さっきと反応してくれるんで、磁石みたいな感じで、さっきのがマイナスとしたらこっちがプラスの磁石を持ってます。パール2つ部分、はい、まあ、3プッシュぐらいちょっと取っていただいて、ほう、そうです。あ、でもサラッとしてるのかな。そうなんですよ。で、それをベタベタ、耳から下あたりの毛先に中心につけていただくと、さっきのトリートメントと反応してくれますから、それで乾かすような使い方になりますね。で、乾かすとサラッという感じになります。でもベタベタしないですね。これ質感がたっぷり使っても大丈夫そう。そうですね、ベタベタしないですね。で、オイルっぽくはないですね、はい、やっぱジェルってね、ちょっとオイルも入ってるんですけど、そんなにジェル、オイルっぽくはないようには仕上げております。ないです、ないです。使いやすい、サラッという感じになってますね、うん、初めてちょっとメッシュ今まで入れたことがないということだったので、傷ませない、そしてトリートメントカラーでメッシュを入れるということで、前髪の方は結構なんでしょうね、インナーカラーみたいな感じで中のバングの方入れないで表面の方にピールメッシュを入れてですね、まあ、ブリーチがね結構今主流になってるんで、まあ、もうブリーチ傷むんでね、やめたいなっていう方も、まあ、今後出てくると思うんで、まあ、そういう方はこのピールメッシュで、かっこよくですね、ブリーチなんてしなくても綺麗にできるんで。入りましたね。でもね、そんなね、そんなに目立たないからね、自然になんか立体感出たかなぐらいで、あ、ここ入ってる、ここ入ってるっていう感じではないのかな。自然ですよね。うん、めっちゃおしゃれになりました。で、まあ、でここにね、これ分かりますかね、ピールメッシュが入ってるところ、このようなコントラストが出せます。こんな感じですね、はい、好きにねデザインとして作れるんで、バレイヤージュもできますし、
まあ、はい、傷まないんでね、本当にめちゃくちゃいいです。はい、トリートメントカラーの艶も出ます。